皆さん、こんにちは。今日はマックと半蔵の友達のダチョウが部屋に遊びに来ているので、ダチョウの魅力と不思議な世界へご招待します。はじめに、今日は特別な話題をお届けします。それは地球上で最もユニークな生き物の一つ、ダチョウについてです。この巨大な鳥はその存在だけで私たちを驚かせ、多くの謎を秘めています。飛ぶことができないという事実から、その驚異的なスピードまで、ダチョウには語り尽くせないほどの魅力があります。今回の動画ではダチョウの世界に深く潜り込み、彼らの生態、進化、そして私たちの想像を超える能力について探っていきます。さあ、一緒にダチョウの不思議な世界を探検し、その驚くべき事実を学んでいきましょう。ダチョウの生息地と種類。まずダチョウの生息地ですが、彼らはアフリカ大陸の開けた土地にのみ生息しており、世界で最も大きな鳥です。成鳥のオスは身長が約 2.75 メートルにもなり、体重は150キログラムを超えることもあります。一方メスはやや小さめです。ダチョウは砂漠からサバンナ、開けた森林地帯に至るまで多様な環境に適応して生きています。彼らは主に植物を食べる草食動物でありながら、時には昆虫や小さな爬虫類、果ては腐肉を食べることもあります。ダチョウの種類については、現在2種類が確認されています。一つはサバンナアフリカに生息するコモンダチョウ、もう一つはアフリカの角に生息するソマリダチョウです。コモンダチョウはかつてアラビア半島にも生息しており、ダチョウは過去には中国やモンゴルまで広がっていたとされています。ダチョウの起源。ダチョウは地球上で最も大きな鳥として知られていますが、その起源は古く謎に満ちています。今日はこの驚異的な生き物の歴史を探り、ダチョウがどのようにして現在の姿に進化したのかを見ていきましょう。ダチョウの祖先は約5600万年から3400万年前の始新世に遡ります。この時代、ダチョウの最も古い化石の仲間であるカルシアビス・グランデイが北アメリカのワイオミング州にあるグリーンリバー層から発掘されました。これらの初期の鳥類は現代のダチョウとは異なる環境で生活していたことが示唆されています。ダチョウの進化の歴史は、彼らがかつては北半球に広く分布していたことを物語っています。実際ダチョウはアジア全域にわたって存在しており、中国やモンゴルにも生息していたとされています。これらの地域では後期更新よ、およそ数万年前までダチョウが存在していた可能性があります。しかし現在のダチョウはアフリカ大陸にのみ生息しており、その姿は古代のものとは大きく異なります。成鳥のオスは身長が約 2.75 メートルにもなり、体重は150キログラムを超えることもあります。一方メスはやや小さめです。彼らの巨大な体躯は飛ぶことを不可能にしていますが、その代わりに陸上での生活に適応し、驚異的なスピードで走る能力を発達させました。サイズの真実。ダチョウはその圧倒的なサイズで知られていますが、その大きさがどのように彼らの生態系での役割や生存戦略に影響を与えているのかを見ていきましょう。ダチョウは地球上で最も大きな鳥であり、そのサイズは他のどの鳥類とも比較になりません。成鳥のオスは身長が約 2.75 メートル、約9フィートにもなり、体重は150キログラム、330ポンドを超えることがあります。これはほとんどの人間よりも大きいサイズです。一方メスはオスよりもやや小さく、体重は90から110キログラム、200から240ポンドの範囲です。ダチョウのこの巨大な体躯は、彼らが生息する環境において多くの利点をもたらしています。例えば高い身長は広大なサバンナでの視界を確保するのに役立ちます。彼らは遠くの捕食者や餌を見つけるために、その長い首を有効に使っています。また強力な足は彼らが素早く移動し、必要に応じて迅速に逃げることを可能にしています。ダチョウはその強靭な足を使って時速 72.5km、 45マイルの速度で走ることができます。これは陸上で生活する鳥類の中で最速です。ダチョウのサイズは、
彼らの社会的な行動にも影響を与えています。オスは繁殖期になるとその大きな体を使って他のオスと競い合い、メスを引きつけます。また彼らの大きな体は卵やヒナを守る際にも有利です。ダチョウは地面に掘られた共同の巣に多くの卵を産みますが、その大きな体を使って卵を温め保護することができます。さらにダチョウのサイズは彼らの食性にも関係しています。ダチョウは主に植物を食べる草食動物ですが、その大きな体には多くのエネルギーが必要です。彼らは草、葉、果実、種子など多様な植物質の食料を摂取することでその巨大な体を維持しています。時には昆虫や小さな爬虫類も食べることで栄養のバランスをとっています。驚異のスピード。ダチョウはその巨大な体躯にもかかわらず地上で最も速く走ることができる鳥です。このセクションではダチョウがどのようにしてその速さを達成しているのか、その生物学的な秘密に迫ります。ダチョウの走行速度は時速約64から72キロメートル、40から45マイルに達し、一歩で約5メートルもの距離をカバーすることができます。短い距離であれば時速約96キロメートル、60マイルに近づくこともあります。これは二足歩行動物としては地球上で最速です。ダチョウはまた驚異的な持久力を持ち、時速約48から61キロメートル、30から38マイルの速度を約30分間維持することができます。これはダチョウが約42キロメートル、26マイルのマラソンを約35から40分で完走できることを意味します。これに対し人間のマラソン記録は2時間をわずかに超える程度です。ダチョウがこのような速さを実現できるのはその解剖学的な特徴によるものです。ダチョウの足は非常に大きく強力な筋肉を持ち、足全体を高速で前後に振ることができます。またダチョウの足には人間のそれの2倍の弾性エネルギーを持つ大きく長い強力な腱が含まれています。これによりダチョウはその巨体を支えながら高速で走ることが可能になります。さらにダチョウの体は大きく丸みを帯びており、そのバランスの取れた体型が高い安定性を保ちながら走ることを助けています。ダチョウは飛べないにもかかわらず、その大きな2メートルの翼を使って高速走行時のバランスを保ちます。これは彼らが走行中に簡単に転倒して怪我をすることを防ぐために不可欠です。ダチョウのこのような驚異的なスピードと持久力は彼らが捕食者から逃れるため、または新鮮な牧草地を見つけるために広大な距離をカバーするのに役立っています。ダチョウはその速さと持久力を利用して食物を求めたり繁殖地を探したりする際に広い範囲を移動することができます。独特の生理構造。ダチョウはその巨大な体躯と速さだけでなく独特な生理構造によっても知られています。今回はダチョウの驚くべき生理的特徴とその機能について詳しく見ていきましょう。ダチョウの最も顕著な生理的特徴の一つはその足の構造です。ダチョウの足は非常に強力な筋肉に支えられ、長距離を高速で走る能力を持っています。しかし、それだけではありません。ダチョウの膝関節には他の鳥類や動物には見られない特徴があります。ダチョウは2つの膝蓋骨を持つ唯一の鳥類です。これはダチョウが大きな動的負荷を支えるために進化した特徴であり、その筋肉と腱の構造はダチョウの走行能力に重要な役割を果たしています。またダチョウは他の鳥類とは異なる消化システムを持っています。ダチョウには3つの胃があり、食物を効率的に消化するためにそれぞれ異なる機能を果たしています。さらにダチョウは尿をクソとは別に排出する唯一の鳥類であり、これにより水分をより効率的に保持することができます。これは乾燥した環境で生きるダチョウにとって非常に重要な特徴です。ダチョウの呼吸器系もまた他の鳥類とは異なる特徴を持っています。ダチョウは地球上で最も大きな鳥であるにもかかわらず非常に効率的な呼吸を行うことができます。これはダチョウの肺と空気脳の独特な構造によるものです。ダチョウの肺は空気の流れを一方向に保つことができ、これにより酸素の取り込みが最適化されます。またダチョウの空気脳は走行時の冷却システムとしても機能し、ダチョウが高温の環境で活動する際に重要な役割を果たしています。
ダチョウの卵の驚き。ダチョウの卵は地球上で最も大きな単一細胞であり、その大きさは平均で長さ15センチメートル、幅13センチメートルにもなります。重さは約 1.4 キログラムで、これは通常の鶏卵の約20倍以上に相当します。しかしダチョウの体の大きさに対しては実は最も小さい卵です。この大きな卵は厚くて丈夫な殻に守られており、小さなくぼみが特徴的です。ダチョウの卵の殻は非常に強靭であり、ダチョウ自身の体重を支えることができるほどです。この強度は卵が捕食者からの攻撃や厳しい環境条件から守るために重要な役割を果たしています。またダチョウの卵は光沢のあるクリーム色をしており、その美しさは装飾品としても人々に愛されてきました。ダチョウは卵を共同の巣に産みます。この巣はオスが地面に掘った単純な穴で、深さは30から60センチメートル、幅は3メートルにもなります。支配的なメスが最初に卵を産み、孵化のために卵を追う時には弱いメスの卵を巣から取り除き、最終的には約20個の卵が残されます。この行動はダチョウの卵が孵化する確率を高めるための戦略です。ダチョウの卵の孵化期間は35から45日と他の裸地鳥類に比べて短いです。これは捕食者による卵の損失率が高いためだと考えられています。通常ダチョウの巣のうち 10% 未満が産卵と孵化の9週間を生き延び、生き残ったヒナのうちでもわずか 15% が1歳まで生存します。最後に、私たちは今回ダチョウという地球上で最もユニークな生き物の数々の脅威について学びました。その巨大な体躯、驚異的なスピード、独特な生理構造、そして地球上で最も大きな単一細胞である卵に至るまで、ダチョウは常に私たちを驚かせてくれます。ダチョウの進化の旅は数千万年にわたり、彼らが生き残り繁栄するために必要な適応を遂げてきました。彼らは飛ぶことを諦め、陸上で最速の鳥としての地位を確立しました。その過程でダチョウは自然界の厳しい条件に適応し、独自の生態系で重要な役割を果たすようになりました。今回の動画でお伝えしたダチョウの脅威の物語を楽しんでいただけたなら幸いです。次回も自然界の他の驚くべき生き物たちの物語をお届けする予定です。それではまたお会いしましょう。自然とともに新たな発見を求めて、この動画が勉強になった、面白かったと思った方はチャンネル登録といいねをお忘れなく。今日はこの辺で失礼します。